配日移民法。配日移民法は、1924年7月1日に、施行されたアメリカ合衆国の法律の日本における、通称である。正確には1924年移民法、イミグレアクトオブ1924、または、ジョンソン・リード法、ジョンソン・リードアクトであり、日本人移民のみを排除した法律ではない。この法律では、 各国からの移民の年間受け入れ上限数を1890年の国勢調査時にアメリカに住んでいた各国出身者数を基準にその2%以下にするもので1890年以後に大規模な移民の始まった東ヨーロッパ出身者、南ヨーロッパ出身者、アジア出身者厳しく制限することを目的としていた。独立した法律があるわけではなく既存の移民、 帰画法に第13条 C 項、移民制限規定を修正、追加するために制定された移民法の一部改正法のことを特にアジア出身者については全面的に移民を禁止する条項が設けられ、当時アジアからの移民の大半を占めていた日本人が排除されることになり、アメリカ政府に対し日系人移民への排斥を行うよう求めていた。 日本政府に衝撃を与えた。しかし、排日移民法という故障はその内容に着目して、日本国内のみ用いられる通称である。運用の実態はともかく、移民の全面禁止そのものは、日本人のみを対象としておらず、法案の内容参照、白人以外はすべての人間が移民を禁止されている。その点より、この通称は、不適切であるとする意見もある。 英語圏ではアジア人排除法と呼ばれる場合はあるが、排日移運法という言葉に相当する呼び方は見られない。アメリカにおけるアジア系移民の流入は1848年のゴールドラッシュから始まった。多くの中国系肉体労働者がカリフォルニア州を中心に鉱山労働や鉄道建設に従事した。アイルランド系移民をはじめとする 白人貧困労働者との対立、構想は1870年代に早くも記録がある。一方で1870年制定のは、自由なる白人及び、アフリカ人並びにその子孫たる外国人が、非可可能であるとしていた。ここで言う、自由なる白人が指すものは当初は明確ではなかった。ものの、判例の積み重ねなどでそれは、高化さす人種であるとされた。 中国系に関しては、1875年ので、すでに制限が行われていたが、1882年の、いわゆる中国人排斥法で、明治的に移民が禁止されることになった、当初10年間の次元措置だったが後に延長がなされた。日本人の場合、ハワイへの移民は、明治時代初頭から見られ、やがて米大陸本土への移民も盛んとなる。 日本から直接渡航する場合もあったが、多くの者のは入国しやすくまた日系人コミュニティ、すでに存在していたハワイ諸島、あるいはカナダ・メキシコをベースとして、ハワイ併合などにより気を見ては、西海岸各都市に渡航していたようである。移民した日系人たちは勤勉で粘り強く、仕事をこなし、ある程度の成功をつかむ者も,も現れた。大部分は、白人の下働きなど、 低電な賃金の労働に従事していたが、従順に働くことから、周囲からの反感を買い、日本人漁業禁止令や、児童の修学拒否など、数々の排日運動が起こった。しかし彼らは、一般的に、日系人だけで、閉鎖的コミュニティを形成し地域に溶け込まない、稼いだ金は、日本の家族に送金してしまうなどとアメリカ人からは、見られていた。しかし、 移民たちがまとまって暮らすことには、言葉の問題や習慣の違いによる現実的理由のほか、迫りくる反日感情から我が身を守るための手段でもあった。また、現実にアメリカ市民権の取得には熱心ではない人が多く、合衆国への忠誠を誓わないなど、排斥される理由はあった。それでも、日本人はアジア諸民族の中で唯一、連邦移民。 帰化法による移民全面停止をこむらなかった民族であった。これは日本が同地域で当時唯一欧米諸国と対等の外交関係を構築し得る文化が進んだ国であり、アメリカ連邦政府も日本の対面維持に協力的であったことによる。しかし、連邦政府はその干渉である移民、帰化のコントロールは可能でも、周囲化レベルで行われる初期制に対しては、 限定的な影響力しか行使できなかった。こうした連邦レベル以下での排斥行動が典型的に現れたのが1906年、サンフランシスコ市の日本人が駆動隔離問題であった。同年の大地震で多くの校舎が損傷を受け、学校が過密化していることを口実に、市当局は公立学校に通学する日本人が駆動、総数わずか100人程度に、 東洋人学校校へのの転校を命じたのである。この隔離命令は、セオドアル・ウズベルト大統領の異例とも言える、干渉により、翌1907年撤回されたが、その交換条件として、ハワイ経由での米本土移民は禁止されるに至った。この背景としては、日露戦争に伴って、アメリカが、外災の消化や平和交渉など日本を、影から支援したにもかかわらず、日本が、 文庫解放政策を行わなかったことへの不満も挙げられる。日本政府もここへ来て危機感を持つ。一世者にとって在米日本人の問題はすでに植民地経営が開始されていた台湾、朝鮮、日露戦争により進出の基盤を得た満州ほどの重要性はなかったが大国としての境地から他のアジア系民族と同列に連邦移民、 帰化法規を適用されることは避けたいと認識されていた。こうして1908年、林忠氏が愛務大臣とオブライエン中日大使との間で一連の米新市協定が締結され、米国への移民は日本政府によって自主的政権がされることとなった。この協定により旅券発行が停止されたのは、主として労働にのみ従事する渡航者であり、引き続き渡航が可能だったのは、 一般観光客、学生及び、米国機材留者の家族であった。この新種協定による自主規制の結果として、以後十年ほど、日本人移民の順増数、新規都米者、帰国者は、ほぼ倍に転じる。新種協定の、米国機材留者の家族は、渡航可能という抜け道を活用する形で、このごろ左官となったのが、による、日本人女性の都米である。 米国機在留者は男性独身者比率が高く若い女性の需要は高かった。そこで彼らの出身地の親戚や縁故との間で写真や手紙だけを取り交わして縁談を成立させ花嫁が旅券発給を受けて入国したわけであるが未い結婚の習慣のないアメリカ人にとってこの形態はキーでありカリフォルニア州を中心として非道徳敵として攻撃された。 背景には、独身日系人男性が再退しやがて子供も生まれることで、出生時は自動的に米国市民権を得る日系人コミュニティが寄り添う、発展定着することへの危機感があったことが考えられる。結局、写真結婚による渡米は、日本政府により1920年禁止される。一方、単純労働者から脱却し、定着を図る。 日系人への警戒感は、その土地利用への制限となって具現化する。1913年カリフォルニア州では、いわゆる外国人土地法が成立、移民、非家法でいうところの、非家不能外国人の土地所有が禁止された。法人組織を通じて、土地を購入する、あるいは、米国で誕生した自分の子供、前日のごとく、米国市民権を得ているに土地を有させ、自らは、 その後見人となりさらに、子供から土地を沈借する、など様々な脱法的土地利用方法が駆使されたが、1921年の土地法改正により、これらの法的な抜け道は全て否定されるに至った。なお、米国全土で見ると移民排外主義は、白人中の、いわゆるワスプを中心とした層に支持者が多かったが、西海岸諸州においては、東部から中西部では、 むしろ被差別の対象で、かつ日系人と職をめぐって競合していた難を、東欧出身の仮想労働者ら、特にイタリア系貧困労働者が、配日運動において、積極的役割を果たしたことが特徴的であった。様々な圧迫の中で、1920年には、米国全土で約12万人、カリフォルニア州で7万人、収葬人口の2%の日系人が、 生活していた。以上のように、米国における日本人、日系人の移民活動は、新市協定に基づいた日本の自主規制と州レベルでの排斥活動の間で微妙なバランスを保ちつつ進行していたが、1924年には、いわゆる排日移民法が、米国連邦議会で審議され成立することで、大転換を迎える。 先立つこと1921年、米国連邦議会はと、通称される、法案を成立させていた。同法では、1910年国勢調査における、各国別生まれの居住者数を算出、以後の移民はその割合に比例した数でのみ認められるとしていた。しかし、1910年という基準年次は、すでに、南欧、東欧系の大量移民が始まった後であるために、 彼らにとって有利だという不満が高まり、基準年次を、南欧、東欧系移民が未だ少数だった1890年に、交代させる、改正案が急浮上した。南欧、東欧系移民に不満を抱いた人々の中には、偉大な人種の消滅ザ・パッシング・オブ・ザ・グレート・レース、などの著書があるらに影響された、北方人種こそ人類文明のほぼすべてを築いた、言うた人種だとする。 ノルディキスと北方主義者が含まれる。グラントは合衆国政府にもアドバイザーとして招かれ、合衆国を境させるには、コーカソイドの中でも、北方人種である北欧諸国人と一つ人、イギリス人、アイルランド人については移民制限を弱めて、移民を奨励する一方で、中央、東欧のアルプス人種や地中海周辺の地中海人種については、制限を強化し、黒人や 黄色人種などの有色人種は一切移民させないことが寛容だと主張した。グラントの主張はカルビン・クーリッチ大統領にも強い影響を与えた。また、1890年代に東欧系移民が増えた原因はユダヤ人がロシア帝国のポグロムを逃れたことにあり、以後の東欧系移民もユダヤ人が多いため、反ユダヤ感情も統計移民制限論の背景には、 1924年の移民、帰化法改正は、このような背景でまず会員で提起され、そこには、配日といった要素はもともと含まれていなかった。仮に1890年基準年次を取った、場合日本の移民割当て数は、年間146人となるはずであった。ところが、半島洋系色の強いカリフォルニア州、選出会員議員の手によって、 帰化不能外国人の移民全面禁止を定める第十三条 C 項が追加される。帰化不能外国人種でありながら、この当時移民を行っていたのは大部分日本人だったため、この条項が日本人をターゲットにするものであるのは疑いようもなかった。会員で同法案は可決され審議は上院に移った。この時点では、より地域利害に影響されにくい上院では、 同法案は否決、あるいは大幅に修正されるであろう。その結果日本は、理想的には、現在の新種協定方式の維持、悪くとも割り当て移民方式の対象国となるのではないか、との観測を、米連邦政府国務省、在ワシントン日本大使館ともに抱いていた。しかし上院では、日本からの移民流入が、米連邦政府のコントロール下になく、 内容の曖昧な紳士協定に基づいて日本政府が行う自主規制に依拠している点が外交試験との観点で問題とされた。米国務長官ヒューズと中米大使ハニハラ・マサナオは紳士協定の内容とその運用を上院に対して明らかにすることが排日的情報阻止のために不可欠であるとの判断で一致した。こうしてハニハラがヒューズに書簡を送付。 ヒューズがそれに意見書を添付して上院に回付するという手はずが整った。ところが、ハニハラの文面中、もしこの特殊条項を含む法律にして、成立を見む両国間の幸福にして相互に有利なる関係に対し重大なる結果を誘致すべし、役分は外務省によるの重大な結果の箇所が日本政府による対米同活覆面の核ベールドスレッドである。 とする批判が、配日推進派の議員により、上院でなされ、法案には、中立的立場を取ると考えられていた、上院議員まで含めたなだれ現象を呼んだ。謙遜の新史協定を尊重すべしとの、最終成案すらも76対2の大差で、否決された。クーリッチ大統領は、この法案は、特に、日本人に対する排斥をはらんでいるものであり、それについて、遺憾に思う。 という声明を出して否定的な立場を取ったが、議会の排日推進派による圧力に屈する形で、拒否権発動を断念、日系人は、帰化不能外国人の一員として、移民、帰化を管否定されることになった。この対日排日法の成立について、通俗的には、萩原所管中の、重大な結果という不注意な文言が、上院の雰囲気を逆転させた。 理解されているが、所簡の有無にかかわらず同法成立は時代の必然だとする分析も有力である。理由として以下のようなものが挙げられる。この廃日移民法によって日本は大きな移民先を失ったため、その代替として満州を重視せざるを得なくなり、満州事変につながったとする見方が古くから存在する。昭和天皇が敗戦後、 日米海戦の原因として、歌手、カリフォルニア移民拒否のごときは、日本国民を憤慨させるに、十分なものである、注力かかる国民的憤慨を背景として一度、軍が立ち上がつた時に、これをそもそも減ることは容易な号ではない。昭和天皇独白録よりと述べているのが恒例である。一方で、同法によって、日本人移民が全面禁止されなくとも、 常実の紳士協定下で日本からの移民はもともと制限されており、1909年から1923年の日本人移民順増数は合計で8000人強、年を平均で600人弱に過ぎず、しかも1921年からは順減に転じていた。さらに割り当て制が必至とすれば、日本が期待できたのは年間146人に過ぎず、日本が現実に失った利益は、 小さいとする見解もある。移民法の成規に関わらず、日本の対米移民はもともと対中国大陸に比べてはるかに小さな比重を占めていたに過ぎないのだから、同法の成立は、後の日本の大陸進出とは関連がないという説である。いずれにせよ、排日移民法は、当時の日本人の対面を傷つけ、反米感情を生み、太平洋戦争へと突き進む原因となったのは、 疑いないところである。少数とはいえども移民する権利が存在する状態と、完全に移民する権利が奪われて一人も移民できなくなるのとでは、超えられない差が存在しており、ニトベイナゾが同胞成立に衝撃を受け、二度と米国の地は踏まないと宣言する。実際は1932年に満州事変の国策擁護目的の米国公演を行うこととなり、 翌年カナダで隠しなど、特にそれまで比較的親米的な感情を持っていた層に与えた影響は大きかった。なお、アメリカが連邦レベルで移民、帰化関連法規を改正し、人種的政権が撤廃されるのは1952年、カリフォルニア州で人種による土地所有、人借の政権が消滅するのは1957年のことである。1965年にで、 国別人数制限が改正された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。